ちょっと言葉が出ないな。なんでこうなった？なんでこうなった？はい、どうも、伊坂です。では、こちらですね。残り7日となってますが、ついにね、カーンを手に入れることができると。で、コインじゃなくて、このポイントで、購入できるので、かなり良心的ですね。レジェンドをね、もらえるってなかなか、最初のキャンペーン以来かな。なので、で、稲本もここで引いてるんですけど、そうだよね。で、まあ、今回はこの2枚ですね。カーンとヤンコレル。ヤンコレルね、えぐいよ。やっぱりね、ヘディング、ヘッダーついてるから、まあ、これと、あ、根幹もあるんか。202センチの身長があるので、で、99キロ。で、フィジカルコンタクトは強いから、まあ、イブラの上位互換なのか、下位なのか。80代の能力をちょっと上げて、決定力ももうちょっとあればなっていうところですかね。で、カーンですよ。キャッチング88ってやっぱすごいと思うわ。なかなか80後半スタートの選手っていないんでね。やっぱりセンス86もなかなか能力が高い。いや、カーンもね、ようやくレジェンドの選手をね、もらえるので、ぜひね、ポイントが、私は3万4000あるんですけど、まあ、そんなにね、使ってなかったっていうのもあるんですけどね。あと、使い道がね、そんなにないっていうので、まあ、アイテム、この辺ですよね。契約更新を、まあ、使うのか。まあ、使ったっつったってね、2万5000もいるしね。じゃあ、もう、1個しか買えないじゃんってなっちゃうし、トレーニングなんてね、試合すれば、勝手にレベル1になるんでね。まあ、アイテムは買うことはないでしょうけども、まあ、ここでね、ようやく、能力の高い選手が来てくれることになったので、早速引いていきましょう。どんな感じなんでしょう。あ、普通にもう名前だけ出るだけなんだ。特にアクションないんだね。はい、では最後にこちら引いていきたいと思います。結局ね、結局のところですよ、家長がね、来ないので、まあ、チアゴ・サンタナ、この家長、この2人ですね。ここが当たれば、綺麗に終われるんですけど、まあ、コインもね、今のところ、余裕があるので、聞いていこう。なんとかね、なんとか、家長を、お願いしますよ。あ、違う。ああ。まあ、岩田もいいんやけどな。でも結局、家長が来ないことには始まらんな。もう一回行こうか。結局全員引く羽目になりそうやな。もう一回行こう。水色でお願いします。やばいな、マリノスが増えてきたな。いや、ちょっと。2回引いてこうなる？いや、マジで家長頼むって。やばい、2000コインを下回った。
え、嘘やろ。もう下から引いてく気か。もういらんって。いや正直1万いらんわ。いや東やったらってずっと思ってたよ。まあ優勝キーパーやからさ、まあそうなるんは仕方ないけどさ。それやったらな、もう得点王とあとは優勝メンバーのイレブンになるやん。まあなってるしな、実際これが。だからあんまりね、このベストイレブンってあんま面白くないよね。だってガンバが優勝しなくてもヤットさんはずっと入ってたからね。それくらいのね、なんか、オールスターみたいな感じにしてほしいよね。あの野球みたいに。各クラブから、なんか代表みたいな。マジで。いや、いらんわ。次、脇坂当たるんやろ？いいよ。なんで？なんでなん？なんでそういう意地悪するわけ？いや、マジでマジで。頼むわ。家長一択やから。ずっと言ってるよ。ずっと言ってる。ああ。もう言ってる通りやん。脇坂いらんって。ちょっと言葉が出ないな。なんでこうなった？なんでこうなった？なんで上位だけが当たらへんの？嘘やろ。で、次どうせ小池やろ？なんでなん？いや、マジで。いや、家長一人でよかったんよ、本来は。嘘やろ。なんでこんな意地悪するん。あ、よかった。小池じゃなくてよかった。いやー、長かったって。家長がさ、ベストイレブン入るんは十分わかるやんか。他どうなん？そんなにやって。サンタナはさ、まあ、得点王っていうのがあるからさ、わかりやすいけどさ。うわ、綺麗に、なんか、上位が、残ってるね。エウベもな、いいんやけど、残り300コイン払ってまで欲しいかって言われたら微妙なよね。サンタナそんなに欲しいかって言ったら。で、これでさ、ガンバがさ、サンタナをさ、獲得しようもんなら、言っときゃよかったってなるからさ、嫌なんよね。多分ガンバには来ないと思うけど、いやー。やめとこう、これは。多分無課金で行ってるんでね、今のところ。うん。次やな。で、もう終わるし、明日でまたアップデート。どうなんやろな。また J リーグはもうないやろな。ないと思うんで。そしたらもうまた日本代表、そうだよね。代表ガチャになってくると思うから、いや、もうちょっと J リーグ力入れてほしいよな。ここやな。このエピックが次変わってくると思うんで、そこに、いや、せめて100やって。50人でもいいくらいやから。無理やって、150分の1は。
もうちょっと優しい、経済的に優しいガチャにしてほしいなって思います。はい、じゃあこんな感じで終わりにしていきたいと思います。無事ね、家長取れたんで、コインの力で取れたんでね、なんとか続きやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。